ジョセフ・パーカーは、ニュージーランドのプロボクサー。オークランド出身。第15代パワヘビー級王者。第20代オペブ・フト洋太平洋ヘビー級王者。元 WBO 世界ヘビー級王者。ニュージーランド初のヘビー級世界王者。ニュージーランドで、サモア人の両親の間に生まれた。サモアの家系だが若干イギリスとドイツの地が混ざっている。 父親の勧めで11歳でボクシングを始めた。2010年10月、コモンウェルスゲームズにスーパーヘビー級で出場し、準々決勝で敗退した。2011年9月、アゼルバイジャン共和国のバクルで開催された、世界ボクシング選手権にスーパーヘビー級で出場し、2回戦で敗退した。 2012年3月、ロンドンオリンピックのオセアニア予選にスーパーヘビー級で出場したが、初戦で敗退した。2012年7月5日、オークランドのスカイシティオークランドで、ディーン・アーモンズエイと対戦し、初回1分49秒 TKO 勝ちを、収めデビュー戦を白星で飾った。2013年6月13日、オークランドのトラストスタジアムで、フランソワ・ボタと対戦し、 二回二分三十二秒、TKO 価値を収めた。2013年10月10日、オークランドのトラストスタジアムで、NZNBF ヘビー級王者アファタトゥプと対戦し、二回、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2014年4月26日、オーバーハウゼンの K ニッヒ・ピルスナーアレーナで、マルセロ・ルイス・ナシメントと、パバヘビー級暫定王座決定戦を行い、 7回2分21秒、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2014年7月5日、マヌカウシティのボーダホンイベントセンターで、パバヘビー級正規王座決定戦を、WBO オリエンタルヘビー級、王者ブライアン・ミントと行い、ミントの7回終了時期券による、TKO 価値を収め、WBO オリエンタル王座獲得、パバから正規王座に認定に成功した。 2014年10月16日、オークランドのトラストスタジアムで、シャーマン・ウィリアムズと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収めパバ王座は2度目、WB オリエンタル王座の初防衛に成功した。2014年12月16日、ハミルトンのクロードランズアリーナで、イリネウベアト・コスタジュニアと対戦し、4回31秒小勝ちを収めパバ王座は3度目、 WB オリエンタル王座は2度目の防衛に成功した。2015年3月5日、マヌカウシティのボーダホンイベントセンターで、ジェイソン・パタウェイと対戦し、4回48秒小勝ちを、オサメ・パバ王座は4度目、WB オリエンタル王座は3度目の防衛に成功した。2015年6月13日、パーマストン・ロースのアリーナ・マナワツでヤクプサーラムと対戦し、 二回四十五秒 TKO 勝ちを収め、パワー王座は五度目、WB オリエンタル王座は四度目の防衛に成功した。2015年8月1日、インバーカーギルのスタジアムサウスランドで、日本ヘビー級王者の藤本京太郎と対戦予定だったが、藤本戦が見送りになり、パワー王座並びに WB オリエンタル王座の防衛並びに、 ソロモンハウモノの王座剥奪に伴い空位となった、オペブフ東洋太平洋ヘビー級王座、決定戦並びに、WBO アフリカヘビー級王者、ボーイトポートの王座統一戦を行い、初回1分3秒小勝ちを収めパバ王座は6度目、WBO オリエンタル王座は5度目の防衛、WBO アフリカ王座の獲得並びに、オペブフ王座の獲得に成功した。 2015年10月15日、オークランドのトラストスタジアムで、パバ王座、WB o オリエンタル王座、WBO アフリカ王座、オペブフ東洋太平洋王座の防衛並びに、IPBC と WBA オセアニアヘビー級王座決定戦を、カリミーハント行い、3回1分 TKO 勝ちを、収めパバ王座の7度目、WB o オリエンタル王座の6度目、 WBO アフリカ王座の初防衛、オペブフ王座の初防衛に成功し、WBA オセアニア王座並びに、IPBC 王座の獲得に成功した。2015年12月5日、ハミルトンのクロードランズアリーナで、ダニエル・マルツと対戦し、初回1分57秒 TKO 勝ちを収め、WBO オリエンタル王座の7度目の防衛に成功した。 2016年1月23日、アピアのツアーの今とスポーツコンプレックスで、ジェイソン・バーグマンと対戦し、2回と7回、8回に、ダウンを奪い8回1分2秒 TKO 勝ちを収め、WBO オリエンタル王座の8度目、WBO アフリカ王座の初防衛に成功した。2016年5月21日、マヌカウシティのボーダホンイベントセンターで、 IBF 世界ヘビー級3位のカルロス・タカムと IBF 世界ヘビー級挑戦者決定戦を行い12回3から0の判定勝ちを収めアンソニー・ジョシュアへの挑戦権獲得に成功した2016年7月21日クライスト・チャーチのホーン・キャッスル・アリーナで元ペブ・フ東洋太平洋ヘビー級王者で WBA 世界ヘビー級11位の ソロモンハウモノと対戦し、4回1分35秒、TKO 勝ちを収め WB オリエンタル王座の9度目、オペブフ王座の2度目の防衛に成功した。2016年10月1日、マヌカウシティのボーダゴンイベントセンターで、アレクサンデル・ディミトレンコと対戦し、3回1分18秒小勝ちを収め WB オリエンタル王座の10度目の防衛に成功した。 2016年12月6日、ボブ・アラムのトップランク社と契約し、トップランク社とデュー・コイベンツから共同プロモートされることとなった。2016年12月10日、オークランドのベクター・アリーナで、タイソン・フューリーの王座返上に伴い WBO、世界ヘビー級3位のアンディ・ルイス・ジュニアと WBO、世界ヘビー級王座決定戦を行い、12回2から、例の、 判定勝ちを収め王座獲得に成功、ニュージーランド初のヘビー級世界王者となった。2017年2月3日、サンフアンのベルダンザホテルで、WBO 世界ヘビー級王者のジョセフ・パーカーと、WBO 世界ヘビー級2位のヒューイ・フューリーの間で行われる指名試合の入札が行われ、パーカー要するデュコイベンツが301万千ドルで、工業権を落札した。 フューリー陣営のフランク・ウォーレンのクイーンズベリー、プロモーションズの提示額は280万ドルだった。報酬はパーカーに60%に当たる180万6600ドル、ヒューリーに40%に当たる120万4400ドルとなった。2017年4月22日、同年5月6日に、オークランドのベクター・アリーナで、WBO 世界ヘビー級1位のヒューイ・フューリーと、 対戦し、WBO 世界ヘビー級王座の初防衛を目指す予定だったが、WBO のフランシスコ・バルカルセル会長により、フューリー陣営内で問題が起きたようだと試合が中止になったことが発表された。2017年5月6日、マヌカウシティのボーダホンイベントセンターで、ヒューイ・フューリーの代替選手として、WBO 世界ヘビー級14位のラズバン・コジャヌと対戦し、 12回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2017年6月30日、ジョセフ・パーカー擁するデューコイベンツとヒューイ・フューリー擁するヘネシー・スポーツは、同年5月6日に予定されながら、フューリーの怪我で中止となった、WBO 世界ヘビー級王者ジョセフ・パーカー対、WBO 世界ヘビー級1位、ヒューイ・フューリー戦を、 同年9月23日にマンチェスターアリーナで行うと発表した。2017年9月23日、マンチェスターアリーナで WBO 世界ヘビー級1位のヒューイ・フューリーと対戦し、12回2から0の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2018年3月31日、カーディフのプリンシパリティスタジアムで WBA IBF 世界ヘビー級 スーパー王者のアンソニー・ジョシュアと王座統一戦を行い、プロ初黒星となる12回0から3の判定負けを喫し王座統一に失敗、WBO 王座の3度目の防衛に失敗、WBA 王座並びに IBF 王座の獲得に失敗した。2018年7月28日、ロンドンのオーニーアリーナでディリアン・ホワイトと対戦し、12回判定負けを喫した。 2019年5月31日、オーストラリアのプロモーターである、デューコイベントと契約が満了になり、エディー・ハーンのマッチルームスポーツ USA と3試合契約を結んだ。2019年10月26日、デレック・チゾラと対戦が決まっていたがパーカーが病気のために欠場した。2021年5月1日、イギリスのマンチェスター・アリーナで、デレック・チゾラと対戦し、 12回判定勝ちを収めた。ありがとうございます。